はい、こんにちは。整体院浅井院長の浅井です。今日は、人間関係がなかなかうまくいかないで悩まれている方っていうのは結構多いの で人間関係のもつれから自分の体神経痛だとか鬱だとか仕事を辞めたりとかもう仕事行きたくないとか仕事辞めざるを得ないとか、上司部下とうまくいかないとか、まあ、そういった悩みで、体壊している方っていうのは結構いらっしゃいますので、今日は一応ですね、人間関係がうまくいくような言葉ばっか集めて、格言をですね、伝えていきたいと思いますので、行っていきます。はい、言葉遣いに気をつける。相手を尊重し、立場に立った言葉で話し、良好な人間関係を築く。身だしなみを整える。清潔で安全な頭髪や服装を整える。整理整頓をする。自分の机や周囲の整理整頓をして安全で安心して作業できる環境を保つ。信用すればいい。一人でもできるのが信用で、お互いに築き上げるのが信頼。少しでも疑えば相手にも伝わる。疑っていても何も始まらない。待っていても何も変わらない。過去に傷ついたことがあっても、傷つくのが怖くても、自分から信用する。たとえ傷ついても、裏切られても、心を開かないと次はない。信頼は自分から信用しないと生まれない。心の持ち方って大事よ。だけどもっと大事なことはね、言葉の使い方なの。どんなことを口に出すのかで目の前の状況が変わってくるし、あなたの心も変わってくるの。本当よと。人間関係は鏡である。鏡は先に笑わない。手放せばいい。うまくいかないとき、壁にぶつかったとき、やり直そうと思ったとき、一度すべてを手放すこと。結果を変えたいなら今までのやり方は、や考え方を変えるしかない。たとえ評価されたことも、褒められていたことも、こだわっていることも、一度忘れてみること。ゼロから考えてやり直すことで、あっという間に結果は変わる。世の滑る人から、すべての人からけなされても落ち込まず、すべての人から褒められてもうぬぼれぬが、西郷隆盛。恋とか愛とか抜きにして、あなたという人間が好き。だってでもどうせですがはアウト。やってみて、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かず。やってみせ、言ってみせか、言って聞かせて、させてみて、褒めてやったが人は動かず。正しい褒め方。うまくいったことを褒めて、うまくいかなかったことを叱っていたら失敗を恐れるようになる。うまくいかなくても頑張ったことを褒めてみる。うまくいってもより良くなるように叱ってみる。何かを下から褒めるよりもありのままを褒めればいい。誰でもやる気を持っているきっかけを作るだけでいい。誰でもやる気を持っているきっかけを作るだけでいい。ありがとうというだけでいいことがいっぱい起きる。何もかもうまくいく人とそうでない人、それを決めるのはとても簡単でシンプルなことだった。人間関係、仕事、恋愛、病気に人生の壁にぶつかったとき、魔法の言葉があなたを救います。ありがとう。ということ。やってみて、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人が動かぬ。ゴリラと呼ばれる全国の皆さん、自信を持ってください。ゴリラは凶暴で乱暴なイメージですが、実はとても優しくて繊細な動物です。ゴリラは褒め言葉です。褒められて嬉しい。そういう日もたまにあってもいいよね。子供は大人の鏡。子供は批判されて育つと人を責めることを学ぶ。子供は憎しみの中で育つと人と争うことを学ぶ。
子供は恐怖の中で育つと、おどおどした小心者になる。子供は、哀れみを受けて育つと、自分もかわいそうだと思うようになる。心が疲れた時の自分を責めないこと、笑える余裕を持つこと、悩みすぎないこと、気持ちに正直であること、よく食べよく寝ること、今日の嫌なことはゴミに捨てること、誰かの味方でいること、謙虚さと感謝を忘れないこと、お疲れ様という字と自分に言う魔法の言葉。謹賀新年、真の贅沢とは人間関係の贅沢である。あなたが本当にやりたいことをやって自分の時間を生きていたら、それにふさわしい自分の人間関係は自然とできるものです。裏を返せば、やりたくない仕事をいやいややって押し付けられた他人の時間を生きていく方が、周りに同じような人が一見多そうに見えても実は孤独リスクが高いルート。弱さは強さ、欠点を裏返すとそれがその人の一番の長所であったりする。人に対して同情することにも意味はあるけれど、自分は相手のために何ができるかと考えること、そしてそれを実際に行動に移すこと、そこにはさらに大きな意味があり、相手のためにだけでなく自分自身の成長にもつながる。夢を叶える条件、夢を叶える秘訣は4つの芯に集約される。それは、スリアシリティ、好奇心、コンフィデンス、自信、カレッジ、勇気、コンスタントリー、継続である。いつも幸せ、嫌なことが起きても、やりたいことがなくても、今を楽しめなくても、自分の思うようにいかなくても、不幸ではない。不幸とは幸せに気づけないこと、他人と比べた時から不幸が始まり、今ある幸せに気づかなければいつまでも不幸となる。不幸と思えることがあるなら、あるから幸せを感じられることもある。不幸かどうか幸せかどうかは今の自分が決める。頑張っている、誰も褒めてくれなくても誰も認めてくれなくても君は頑張っている。いつも頑張っている。何かしないと不安にならなくていい。焦らなくていい。嫌われるのを忘れて頑張らなくてもいい。これ以上無理しないこと。自分を責めないこと。誰も望んでいない。君が幸せならそれでいい。やってみせ、言って聞かせて、させてみせて、褒めてやらねば人は動かず。話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば人は育たず。やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば人は実らず。悩む暇を作るな。落ち込むのは余裕があるからよ。なんとかしなきゃの連続だったら悩んでる暇なんかなかったわね。モテる女とモテない女の違い。一人でずっと話すのがモテない女、話が終わるまで聞くのがモテる女、好きな服を着るのがモテない女、似合う服を着るのがモテる女、期待して誘うのがモテない女、気軽に誘えるのがモテる女、追いかけ続けるのがモテない女、ずっと待たせるのがモテる女、イエスばかり言って合わせるのがモテない女、ノーと遠慮なく言えるのがモテる女、過去に執着するのがモテない女、感謝と笑顔を忘れないのがモテる女、自分を分かってほしいのがモテない女、相手を分かろうとするのがモテる女、完璧でいようとするのがモテない女、ありのままでいるのがモテる女、疲れようとすればするほど疲れなくなる、誰にでもモテなくていい、そばに大切な人がいるなら、どんなことでもいい面はある、
今は分からなくても後から振り返ると分かることもある。お客さんって助けてくれそうもない人には絶対に苦情を言わないんだよ。だからね、苦情を言われるようになったら一人前なの。人を見下してしまった瞬間に損をするのは自分。リスペクトマインド、それが全ての人生の成功の鍵である。褒めてはいけない。褒めることは、あなたは私よりも下の存在だ。どうせあなたにはできっこないと相手に伝えるのに等しいから。嫌われる人、別に聞いてもいないのに自分の考えを述べて満足し、相手がどう思うのか考えずに思ったことを口に出し、自分の思いを押し付けて認められないと文句を言い、人の悪口ばかり言って自分は何もしようとしない。周りに迷惑をかけていることさえ全く気づかない。自分のことしか考えていない人は、いつまで経っても嫌われ、相手のことを考えられる人は誰にも好かれる。言葉が人間関係を作る。言葉の握手を通して分かり合い、心を交わそう。なぜあんなことを言うのだろう。なぜそうなるのだろう。うん、なるほど。いや、そんなことはない。分かり合う。で、楽しそうだなって、悲しかっただろうな。うん。得しそうだな。何をこの野郎。心を交わす。褒められたらありがとうだけ言えばいいのよ。印象が良くなる魔法のフレーズ。お誘いいただきありがとうございます。とても嬉しいのですが、実は連日の残業で体調が優れなくて、せっかくなんですが今日は早く帰ろうと思います。来週以降ぜひご一緒させてください。人のために働くからこそ人は褒められ、人の役に立ち必要とされる。私たち日本人はもう一度このことを思い出すことによって働く幸せを取り戻せる。手を抜いて気を抜いて息を抜く。すべて頑張ったら身が持たない。思い通りにならない、人生は自分の思い通りにいかないことばかり。どんなに愛してもいつか別れがやってきて、どんなに嫌な人がいても毎日会わないといけなくて、どんなに求めてもなかなか手に入らなくて、今は辛くても乗り越えたからこそ見える世界がある。今は分からなくても後から振り返ると分かることもある。たとえ思い通りにならなくても今できることをすればいい。選べばいい。他人のせいにしたとしても自分で選んでいる。環境のせいにしても自分で選んでいる。運命のせいにしても自分で選んでいる。人生は選択の連続。過去の自分が選んだから今がある。もしも変わりたいなら今まで選べなかった道を選べばいい。迷わなくていい。どんな道を選んでもいい。その選択を答えにするのはその後の自分次第だから。人生で何度も訪れる寂しい夜を一人で越えられる女の子はかっこいい。褒められたら伸びるタイプです。褒めたら伸びるタイプです。違いがあってもいい。もしも世界に同じ人しかいなかったら全てが当たり前で変わらない生活が待っている。たとえ親であっても兄弟であっても親友であっても自分と同じ人はいなくて、時にはすれ違うこともある。ぶつかるからこそ分かり合えることもある。無理に相手に合わせなくてもいい。まずは相手を受け入れることを。たとえうまくいかなくても難しくてもいい。苦しみがなければ喜びはない。違いがあるからこそ人生は楽しめる。人間関係が輝く30の法則。人間関係の最大のコツは、相手にも自分にも完璧を求めないこと。2、足を踏まれた時の態度が大切。3、人間関係が嫌になれば切るのではなく距離を置く。すべての出会いに感謝する。せめて自分くらい自分を褒めて認めてあげないと自分が救われない。自分の味方になれるのは自分だけ。やってみて言って聞かせてさせてみて褒めてやらねば人は動かず。話し合い耳を傾け認証し、
任せてやらねば人は騒がず、やっている姿を感謝に守って信頼せねば人は実らず。挨拶は人と人をつなぐ。挨拶をするとお互いに気持ちよくなる。いろいろな人と仲良くなれる魔法の言葉。良い人間関係を築くきっかけになるとなる近い道。相手の目を見て笑顔で聞こえる大きさで。夫に言われて嬉しい言葉はありがとう。印象が良くなる魔法のフレーズ。2日前にメールで報告したのですが、一旦確認します。私のメール上では何日の何時にお送りしているのですが、届いていないようでしたらすみません。もう一度お送りしますね。よろしくお願いします。やってみて、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かず。まずは自分から。信じてほしいなら信じる。認めてもらいたいなら認める。褒めてもらいたいなら褒めてみる。期待してほしいなら期待する。理解してほしいなら理解する。感謝してほしいなら感謝する。話を聞いてほしいなら聞いてみる。笑ってほしいなら笑ってみる。愛してほしいなら愛する。求めるなら与える。他人にばかり期待しない。まずは自分から、褒める。褒め言葉は具体的に、意外性を持たせよう。タイミングを逃すべからず、過ぎたことは及ばざることし。人間関係の、修行の中で最大の修行が結婚。感謝は人間関係がうまくいくコツです。あなたは自分の夫に、妻に、家族に、友人に、上司に、部下に感謝していますか？言葉で明るくすれば人間関係も一気に明るくなる。いい言葉が人間関係、いい人間関係を作る。うまい呼び方。あなた、君と呼ぶと途端に嫌われる。他の人と違う呼び方をする。メリット、デメリット。何々さん、何々ちゃん、好かれるのはどっち？上司に気に入られるのは肩書きを呼ばない。あだ名を呼ぶだけで親近感が3倍増しになる。呼び方でそんなに変わるの？うまい呼び方。印象が良くなる魔法のフレーズ。ご想像にお任せします。ちなみにそういうのはですよ。嫌な人でも苦手な人でもしっかり挨拶する。相手が嬉しくなるような言葉とは、相手の自己満足度を高めてくれるような言葉。人間関係とは言葉のやり取りである。魅力的な言葉を学びたい。徳、自己の最善を他者に尽くしきること。感謝の人間関係が成立する。勢い、能力ではなく努力を褒めて継続改善を促す。褒め方にもコツがあります。才能があるねと、才能を褒めるのではなくよく頑張ったねと。努力を褒め、次はより良くなるように継続改善を促す言葉かけをしましょう。人間はしっかりした生き物ではなくうっかりした生き物だ。だから助け合えるんだよ。良い人間関係とは大演説ではなく、こうしたさりげない一言の中で育てられていくことがほとんどなのだ。印象が良くなるフレーズ。何も相談がないまま提出物が遅れると、部署全体の進歩が遅れてみんなにも影響が出ちゃうよ。頑張っているのは分かっているけど、進歩の報告や、相談がないのはまずいと思う。次回からは進歩確認のミーティングをしない。月曜日と火曜日の朝5時はどう？仕事では頭を使い、人間関係では心を使い。褒められたらありがとうだけ言えばいいのよと。嫌われない人は好かれない。人間関係の悩みが軽くなる30の言葉。その11。人間関係は生卵を、割るのと同じ。力加減が大切だ。
褒められて育った経験がないと表面的に褒めて騙してくる人間の言葉を信じてしまう。褒められて育つと人間が満たされているから、悪い人間に騙されにくくなる。褒められて育てられた感覚は最大の防御になる。人が幸せに感じる四大要素。愛されていると感じるとき、褒められているとき、役に立っていると感じるとき、必要とされると感じたとき。褒められたり、けなされたり、いじめられたり、励まされたり、人と人いろいろ、気分いろいろ、でも楽しく生きよう、一回限りの人生だから。印象が良くなる魔法のフレーズ、お誘いいただきありがとうございます。とても嬉しいのですが、実は連日の残業で体調が優れなくて、せっかくなのですが、今日は早く帰ろうと思います。来週以降、ぜひご一緒させてください。挨拶は大きな声で自分から。挨拶は心と心をつなぐ魔法の言葉です。正しい言葉遣いは、豊かな心と温かい人間関係を築きます。一丁褒めてもらおうとすることを説明しようや。人とのつながりを切らずに保つこと。我慢することで幸せになるなんてありえない。いつも大切に、失って初めて気づいて、今あるもの全てが当たり前で永遠に続くものだと勘違いして、いつか言えばいい、いつか動けばいい、そう思っているうちはいつか後悔することになる。明日が来るのは当たり前ではない。今できることは今する。今言えるなら今伝える。どんなに大切なものでも同じ場所にあるとは限らない。どんなに大切な人であってもずっとそばにいるとは限らない。失いたくないと思うなら今いつも感謝する。ありがとう。放った言葉は返ってくる。自分にありがとう。当たり前の一言が言える人、言えない人。豚は褒められても豚。ライオンはそしられてもライオン。無理をしていい人を演じようとするのは無意味で疲れるだけ。陰口を言う人はさらに不幸になり、陰褒めを言う人はさらに幸福になる。動いているか、リーダーシップを学ぶよりもすでに動いているか、マネジメントを学ぶより部下に声をかけているか、コーチングを学ぶよりも相手を褒めているか、カウンセリングを学ぶより最後まで人の話を聞いているか、いくら勉強してもいくらセミナーを聞いても実践していなければ意味がない。見た目を褒めて、中身も褒めて、変化も褒めたらあなたの虜になる。ダメな働き方、褒められたい、認められたい、そう思い始めたら仕事がどこか嘘になります。人の弱点を見つける。天才よりも人を褒める天才がいい。今やっている仕事に全神経を集中しなさい。太陽光線でさえ焦点が合わなければ発火させることができません。無理に褒めるよりただ抱きしめよう。褒めどころを無理に探すより黙って抱きしめるのが有効な時もあります。問題を提起する人間は進歩する。18歳にプロに入って初めて褒められたのはバッティングでも守備でもなく手の豆だった。人を褒めればその人と対等になれる。自分に甘いくらいでいいから、よく生きてるねって生きてることを褒めよう。褒める人間は敵と思え、教えてくれる人、注意してくれる人は味方と思え。歌丸、印象が良くなる魔法のフレーズ。お忙しいところすみません。会議資料の件でご相談があります。今日午後20分ほどお時間をいただきたいのですが、ご都合はいかがでしょうか。周りを気にしてやらなかったら後悔する。思っていることを伝えなかったら後悔する。勝手に限界を決めて挑戦しなかったら後悔する。ただ選ばれるのをずっと待っていたら後悔する。タイミングばかり考えて何もしなかったら後悔する。うまくいかずにすぐに諦めたら後悔する。将来を心配しすぎて今を生きていないと後悔する。どんな自分でも好きにならなかったら後悔する。やらなかった後悔はいつまでも続く。今日は何をするだろう。
日本人の人間関係の基本は内扱いと外扱いです。内扱い、親しくなるにつれバカにしてしまう。外扱い、敬意しながら遠ざけてしまう。その理由は日本語の文法の仕組みにあります。あなたの対人関係、距離感を歴史的文化的背景から理解します。以上が、人間関係に関する格言のまとめでした。読んでみてやっぱり感謝する、人を褒めるとその人と対等になれる、褒めることで得られる、他人をですね、一緒に同僚を働いている人たちを褒めてで陰でも褒めてあげていると、その人は自分のファンになってくれる、虜になってくれると書いてありましたので、褒めていいことばっかり言ってあげていると自分に月が回ってきて人間関係がうまくいくという簡単な理論ではあったんですけど、やるのは難しいかもしれないですが、ずっとありがとうありがとう感謝してますと言い続けてれば、誰かはそういうファンになってくれる人もいて、自分もファンになるっていうか、好きな人が好きになれると、そういうことなのでらしいので、実践してみて試してみるといいと思います。はい、以上です。では、今日も生誕野菜やっております。26分も、話し合いました。またよろしくお願いします。人間関係上手にいきましょう。私も頑張りたいと思います。ありがとうございます。失礼します。